では、ここからのプレゼンテーションに移らせていただければと思います。冒頭私の方から、あの、このイベントの趣旨、今部長からもありましたが、改めて少し補足させていただいて、この後皆様の、あの、有識者の皆様のプレゼンに移っていければというふうに思っております。はい。まず GFP 九州、九州農政局様が、あの、中心となって、今年度から立ち上げて弊社が、あの、委託業者として、あの、事務局をさせていただいております。まあ、これまで GFP、日本全体としてもやってきまして、九州の皆様には、あの、 多く参加いただいてきたところではありますが、改めて九州という地域で、あのより PDC 輸出のチームを作って、生産者、メーカーの方や商社の方や物流の方、大学や産学館の連携を含めて作って、九州からの輸出で、まあ、いろんな取り組みを実際行って PDCA を回していく、例えば博多港とか渋志港の活用というようなものも含めた、具体的な取り組みを進めていくというコミュニティづ作りをあの今年度から進めているというところでございます。 で9月に第1回目の、まあ、オール九州特に九州北部という意味で福岡で開催させていただいて今日もご参加いただいている方もいらっしゃるかと思います。で第2弾が、まあ、南九州、九州南部というイメージで、まあ、熊本というのが拠点ですので行わせていただくというところで、まあ、大きなイベントはあの福岡、熊本ということで行ってまいりましたが今後ぜひそれで終わりというわけではなくて、まあ、県別やテーマ別等で今日とかでもニーズをいただければあの気軽にというか あのいろんなイベントというかあの小規模でも開催していければと思いますので実際長崎県様からお話をいただいて長崎では少し個別に2月上旬にイベントをやろうかという話にもなっております。また今県別にも GFP といいますか都道府県庁が中心となってやっている部分が鹿児島や宮崎が行われているので、まあ、そういったところとも連携しながら、まあ、九州全体を見たあのチームづくりと県別の動きを並行してやっていきたいというふうに思っているところでございます。 はいということで本日はまずセミナーという形であの九州の先進事業者の皆様でしたり今ょう、後ほど言いますがあの台湾向けの輸出というものをテーマにしてますので台湾向けで取り組みをされている蔦谷様だったりあの越川さんだったりから台湾の向けの事情だったりというところもご披露いただければという,ふうに思っております。<laughs> その後の後あ まあ休憩兼、まあ、名刺交換会、交流会ということで、まあ、バランナーあの、全体での交流の時間も設けております。で、今日、広報に行政機関の皆様に多く来ていただいて、相談ブースも設けておりますので、ぜひ、輸出に向けては、手続き面と、あと、まあ、補助事業も含めて、行政の皆様のサポートが不可欠ですので、あの相談の機会に使っていただけると嬉しいなと思っております。で、その後、あの、今、前の方に座っていただいてますが、グループごとに、 あの品目や何らかのテーマを持って組ませていただいてますし、商社の方にも参加いただいてますので、グループごとに輸出の相談でしたり、まあ、商談のきっかけになるような、そういうお話もしていただければなというふうに思っております。はい。ということで、本日のセミナーの大きな狙いとしては、あの、先ほども部長からあったとおり、九州の未来、あの、輸出をより大きな日本全体5兆円に向けて伸ばしていくために、 どうしていかなければならないのかというアイディアを皆様と一緒に作りたいというところと、まあ、チームを作って輸出を盛り上げていくプラスできれば具体的な何か取り組みを商者の方を交えればできると思うのであの実際こういう国にこういう輸出をやっていきましょうというネクストアクション作りまでグループワークでいただけるとありがたいなというふうに思っております。はい、で本日はあの特にというところでございますがあの九州の南部というところで あの特にご一緒したいなと思っていることが九州南部が日本全体を見ても輸出の産地としては非常に進んでいるトップだというふうに私は思っておりますさらに皆様と一緒にこう進めていくというところをやっていきたい具体的にはその各県別に今あの農水省が進めるフラッグシップ産地づくりっていうところに関しても鹿児島宮崎熊本がそれぞれ採択を進めてやっていたりあと生果物に関してはイチゴや柑橘等が 残留農薬規制の厳しい台湾向けの産地づくり等も、福岡でしたり、熊本で多く進んでいるところでございます。またあの和牛やブリやさつまいも、甘暑といったものは、もう言わずもがな輸出のこう大きな品目ですが、大ロットでの産地づくりやプレイヤーの方がいらっしゃる、あと、き今日お越しいただいている奮闘大様のような方中心に、加工食品でまとまってやっていく、熊本の産業支援財団もそうですね、方がいらっしゃって、クラスターづくりというところも進んでいると。 ということであのぜひこういった取り組みをさらにもう一段階もう二段階加速していく取り組みをご一緒できればなというふうに思っております。でまあ、特に今実は県別のイベントではないですのであの協調領域といいますか例えばトマトとかちょっとこう輸出がなかなか難しい品目は県横断であの一緒にプロモーションやるような認知度の向上だったり食べ方の提案だったりそういったところを皆様とご一緒したいなというふうに思っております。 あとやはり最近すごくホットなテーマとしては、あの、台湾の半導体大手の TSMC の会社が、あの、熊本の菊池の方に工場を作っているということで、台湾向けの輸出だけじゃなく、台湾から熊本に物を持ってくるのも含めて、文化やインバウンドの交流を含めて、非常に機運が高まっているというふうに理解をしております。ですので、まあ、我々もあくまで輸出がメインのテーマでありますが、台湾との連携強化というところを本日の テーマとしてあのぜひグループでもご議論していただきたいなというふうに思っているところでございます。はい、ということであの、登壇いただく皆様、ちょっと後ほどあのご紹介もいたしますが、ちょっと時間かか,かっちゃいそうなのであの、九州および台湾をテーマにあのいろんなお話をいただきますし、ユーロフィンさんのような検査機関の方にも登壇いただくと、行政の皆様からも支援メニューや施策の状況もご披露いただければというふうに思っております。はい でですねあと、各グループワーク、グループごとに、あの九州の,あの有力な商社の皆様、実際物をあの海外に売っていただくには、商社の方の力がやはり必要ですので、多く参加いただいてますので、後ほど交流会での名刺交換でしたり、グループワークで、ぜひあの連携を図っていただければというふうに思っております。はい。必須チーム作りは、もうたびたび申していることですので、ぜひこう一社一社でやるというよりは、生産者、メーカー、商社や物流の方、 海外での輸入業者、バイヤーの方と一緒になって、行政やそのデザイナーさんとかのサポートも得ながら、みんなでこう輸出を、九州の輸出をこう考えていくようなチームであの取り組みを進めたいなということが、あのいつも申させていただいているところで、まあ、鹿児島のブリ、カンパチ等では、まあ、そういった取り組みを進めてきたというところでございます。資料は後ほどアップしますので、すみません、ちょっと駆け足になって恐縮です。まあ、伝えたこととしては、チームで取り組んでいくきっかけに、今日がなればなというふうに思っているところですと。 で今日はやはり行政機関の皆様にも多く参加いただいていて、特にあの熊本は熊本県庁様ももちろんのこと、熊本市さんや八代市、玉名市さんという市町村レベルでもすごく輸出の取り組みが行政サイドでも盛んだというふうに理解しておりますので、あの、まあ、ココさんのようなあの地銀さんも含めて、加銀や肥後銀行も含めて、なんかそういった輸出支援機関の皆様を交えた農政局様を中心とした体制で、あの、 一種のチームをを支えててていいいいけるよううな取りり組みを進めていきたいというふうに思っております。でぜひあの最後になりますが GFP にまだ登録いただいていない方は登録をいただければいろんなメルマガですとか商談マッチングの機会を作っていきますので登録をお願いできればというふうに思っております。はい、そんな形で本日一日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。